朗読夜間飛行3テグジュペリ著作堀口大学翻訳。この朗読は15章と16章を朗読したものです。4つに折りたたんだこの詩編が彼を救ってくれるかもしれなかった。ファビアンは歯を食いしばってそれを開いた。ブエノスアイレスとは通信不能、電流を指に感じ操作調節不可能に近し。ファビアンは苛立って返事を書こうとした。それなのに鉛筆を取ろうと操縦装置を手放した途端に強いうねりが彼の体を襲った。5トンからあるこの金属の中にあってさえ、突風が彼を持ち上げ、彼を跳ね返すのであった。彼は返事を諦めた。彼の手は再びうねりを握りしめて、それを制御した。ファビアンは深々と呼吸した。無電技師が雷雨を恐れてアンテナを引き上げてしまうようなことがあったら、着陸次第いきなりあいつの顔を殴ってやろうと覚悟した。ブエノスアイレスとの通信がぜひ必要だと彼には思われた。1500km も隔たった遠くから、この虚無の真っ只中にいる彼らに向かって、救いの縄を投げることができでもするかのように、灯台のように陸のあることを証明だけしてくれる消えそうな明かり一つ、役にも立たない田舎宿の明かり一つ見えない代わりに、せめて彼には一声、たった一声、すでに見失ってしまった地球から来る声が一度だけ聞きたかった。操縦士は赤ランプの光の中で拳を振ってみせた。後席にいる無電技師にこの悲劇的な真実を知らせたいと思ったので、それなのに相手の男は埋もれた都市、死んだ灯火を秘め隠した荒れた空間の上にうなだれていて、この合図には気づかずにしまった。今のファビアンは自分に向かって叫ばれるあらゆる忠告に従ったはずだ。彼は思った。輪を描いて回っていたまえと誰かが言ってくれたら、僕は輪を描いて回るだろう。もしまた真南へ向かって進めと誰かが言ってくれたら、僕は真南へ向かって進むだろう。月影を大きく記した居心地の良い平和な大地がどこかにあるはずだった。学者のように博識で遠くにいる彼の同僚たちはその大地をよく知っていた。花のように美しい灯火に守られて地図の上にうつむいて、いかにも力強そうな様子をして、それなのに彼は何を知っていたか。自分に向かって山崩れのような速さで真っ黒な濁流を打ちつけるこの突風と夜以外、雲の中、この竜巻と炎の中、こんなところへ男二人を放り出しておくという方があるだろうか。そんな方はないはずだった。誰かがファビアンに240度の方向にと命令してくれたら、彼は騎士を240度の方向へ向けるだろう。それなのに彼は今一人ぼっちだった。彼には物質までが謀反しているように思われた。突風に吹き込まれるたびに発動機が激しいバイブレーションを起こし、ために木全体が怒りのような振動に襲われた。ファビアンは木の制御に全力を尽くして、操縦席の中に頭をうずめ、ジャイロの水平をじっと見つめた。なぜかというに、この時すでに、世界の豪所の暗影のような闇の中に没し去っている天と地との境界が見分けがたくなっていたので、勝てて加えて
位置を示す様々の計器の指針の動揺はいよいよ甚だしく、その変化を追うことが次第に困難になってきた。早くもそれに惑わされてファビアンは苦闘に陥っていた。木は知らず知らずにこの闇の底へと落ち込んでいった。彼は高度計に500メートルと読んだ。これはこの辺りの小山の高さだ。彼は山々がその目まぐるしい波を彼に向けて押しかぶせてくるように感じた。彼はまた、その最小の一塊も彼を押しつぶすには十分な地上のあらゆる山々が、その戒めを解きほどかれて、酔うたように彼の周囲に動き出したような気がした。山々は彼の周囲に気味の悪いダンスを始め、輪になって矢が上にも彼の身辺に迫ってきた。これを見るや彼は最後の決心をした。激突するかもしれないが、どこへでも着陸しようと。そしてせめて山中だけは避けようと思い、たった一つしかない照明弾を投下した。照明弾は発火し、旋回し、平地を照らし出して消えた。そこは海だったのだ。彼は素早く考えた。方向を誤ったのだ。40度からの誤差を見ておいたのだが、やはり吹き流されてしまったのだ。こいつは愚風に違いない。一体陸地はどこにあるのだろう。彼は真西へ方向を変えた。彼は思った。もう照明弾がないのだから、今度は命が危ないぞ。どうせ一度はこうなるはずだった。鉱石にいる同僚の無電技師はどうしたろう。いよいよ通信を諦めてアンテナを引き上げたに相違ない。こう思ってもファビアンはもはや彼に対して憤りは感じなかった。今、彼自身が両手をパッと開きさえしたら、ただそれだけですぐにも彼らの命は虚しい埃と消えるはずだった。彼は自分の両手の中に同僚と自分の心臓を握っていた。この事実に気づくとファビアンには急に自分の両手が恐ろしくなった。イノシシのように突き当たってくる突風の中にあって、ハンドルの動揺を緩和しようと彼は力の限りハンドルにしがみついた。こうしなかったら動揺から来る摩擦のために操縦鎖が切れてしまうはずだ。彼は依然としてそれにしがみついた。ところが気がついてみると、あんまり力を入れ続けたため両手の感覚がなくなっていた。彼は命令のままに指を動かそうと試みたが、彼には指が服従したかどうかわからなかった。何者か自分でないものが両腕の先にくっついていた。感覚も力もないぐにゃぐにゃなものが。彼は思った。しっかり握っていると思いさえすればよいのだ。彼には自分の考えが手に伝わるかどうかわからなかった。ハンドルの動揺が肩の痛みだけで感じられるので、ハンドルが手から外れそうだ。手が開いてしまいそうだ。こんな気の弱い言葉を口にした事実を彼は恐ろしいことだと思った。なぜかというに、今度こそ彼はこの自分の幻想の神秘な力に、自分の手が従って暗がりの中でいつか開いてハンドルを離すだろうと感じられたので、彼はこうしてこの上なおその戦いを続け、自分の運を試みることもできたはずであった。外から来る不運というものは存在しないのだが、不運は常に内在する。とかく人が自分の弱さを感じる瞬間がありがちのものだが、するとたちまちそれにつけ込んでおびただしい加護が目まぐるしいほど押し寄せてくる。この瞬間だった。彼の頭上に当たって
暴風雨の切れ目に、やなの中の命取りの餌のように、二三の星が輝いた。彼にもはっきりそれが落とし穴だとは分かった。人はよく、穴の奥に星を三つほど見つけ、これに向かって上がっていくが、やがて降りられなくなって、虚しく星を睨み続ける羽目に陥ったりする。そうは思いながらも、光明に対する彼の渇望がいかにも激しかったので、彼は思わず上がっていってしまった。星の目印を頼りに、動揺を巧みに緩和しながら彼は上昇した。光るもの一つを見つけようと、あれほど長い間難儀してきていたので、今や彼は、どんなかすかな光でも見逃すまいと努力した。田舎宿の明かりほどの光にも、自分が金持ちになったような気持ちがして、彼は死ぬまでこの自分の渇望の印の周囲を回っていたはずだ。みるみる彼は光明の世界に上がってきていた。彼は螺旋を描いて、次第にその開かれた井戸を上がっていった。井戸は上がっていく彼の後から閉ざされていった。彼が上がるにつれて、雲はその暗影の泥を失って、清く白い波のように彼とスレスレに流れ去った。ファビアンは浮かび上がった。彼の驚きは極端だった。理由は、あまりの明るさに目まぐるしいほどだったので。数秒間、彼は目を閉じなければならなかった。夜、雲が眩しいほど光るなどとは、これまでの彼には信じ得ないことだった。ところが、満月と諸々の星座とが、今このように雲を輝かしい波のごときものにしているのだ。浮かび上がったその瞬間、木はいきなり、異様な静けさの世界に入り込んでいた。木を傾斜させるうねりなど一つもなかった。堰を乗り越えた船のように、木は今静かな水に浮かんでいた。木は今、見られぬ空の一部分、幸福な島陰に抱かれた入り江の水のような、隠れた部分へ入っていった。嵐は機体の下方で強風、竜巻、雷電の荒れ狂う3000メートルの厚さのある別の世界を形成しているのだが、星の方へ向かっては水晶と雪で作られているかと思える顔を向けていた。ファビアンは不思議な天体の外見に達したのだと思った。なぜかというに、彼の両手も着衣も記憶もすべてが光を放ち始めたので、光は星や月から来るのではなくて、彼の下の方から、彼の周囲から、そこに広がったその白いものから差していた。彼の下にある雲は月から受ける雪のような光をことごとく反射していた。塔のように高い左右の雲からも同じく光が反射していた。辺り一面を満たして光の牛乳が流れていた。そしてその中で木が弱みをしていた。ファビアンは振り返って無電義士が微笑するのを見た。具合が良くなった、彼が叫んでいった。しかし彼の声は発動機の響きに消され、わずかに微笑だけが相手に通じた。僕らはもう助かりっこないはずだというのに、笑うなんて、僕は確かに正気じゃないぞ。そのくせ今、これまで彼を捕まえていた1100の暗黒の腕が、彼を解放するらしかった。縄を解いてしばらくの間、自由に鼻の間を歩かせてやる罪人のように、彼の戒めが解かれていた。あんまり具合が良すぎるぞ。とファビアンは思った。彼は徘徊した。宝物のようにたっぷり集められた星に混じって、
彼ファビアンとその同僚以外には誰一人生きた人間のいない世界の中を、おとぎ話の中の盗賊どもと同じように永久に出ることのできないはずの宝物庫に閉じ込められて、冷たい宝石の間を糸も飛んで、しかも死刑を宣告されてさまよっている彼らであった。やがて無電が通じるようになりますが、ブエノスアイレスからの燃料なお行くばくありやとの問いに、ファビアンたちは半時間と答えるしかありませんでした。それから20分後、フォーカス、雲に入る、何も見と途中で途切れてしまう電信の後、通信が途絶えます。物語はこのあと23章まで続きます。今回は夜間飛行の15章と16章を中心に朗読しました。